はい、皆さんこんにちは。ワンダリングルビッシュです。今回はですね、信長の野望小世録を、続きですね、やっていきたいと思います。前回もお伝えした通りですね、信長の野望過去作品全部やるチャレンジ企画の、続きを久しぶりにやってまして、今回は小世録ということで、前回からプレイをしています。では早速続きを始めていきましょう。とはいえですね、前回城攻めをやってみて分かったことはですね、まともに城攻めをやっても、まず勝ち目がないということがよく分かりました。なので、城攻めをやる場合には、まず囲んでしまって兵糧攻めにするか、もしくはもう敵に手引きをしておく、内容させる、あるいは開城させるっていう、段取りですね。こちらの方を整えておかないと、まず城は落ちないだろうということが分かりましたので、今回はもう主にですね、内政を中心に繰り広げつつ兵力を蓄えていくと、その上で敵の城を囲むっていうようなね、戦い方をしていければいいかなというふうに思っています。じゃあ、内政の方始めていきましょう。まず森吉成とかこの辺はまだ作業中かな。見ていくと、長近は終わってるよね、どう見ても。終わってるよね。なので、長近に関しては帰らせましょう。で、だいぶですね、そうか、開墾に関しても、もしかして開墾レベルがあるな、これは。ちょっと見ておきますか。常置がいるここですけども、常置はもう終了しちゃってるか。そうなると、あとできることといえば、移動して開墾。で、原田直政はもうできないよね。終わってるよね。なので、アイコンを見て判断していきましょう。帰らせましょう。で、成政ももう終わってるね。音がね、ちょっと今出ていない。おっと、待って。成政はまだ作業中か。なんかちょっとこれアイコン見ただけだと今何中かがわからないですね。なんかもう終わってそうな。で、一徹がこんなところに進出してきてるな。ちょっとね、あんまり嬉しくないですね。ちょっと一徹は追い払いましょう。こんなところでね、仕事をさせるわけにはいかないぞと。で、あと城の改修組ですね。今だと城のレベルがまだまだ上げられるので、城のレベルを上げていきましょう。で、あとは軍勢ですね。一徹がなんか作り始めてるんで、あれは阻止したいので、数で言うとそんなに必要はないかなと思いますんで、500出しましょう。これで一徹を、なんていうのかな、追っ払ったっていう言い方が正しいですかね。なので、進めていきます。とにかく兵力がものを言うので、兵力を回復させて増強させてっていうところになってくるかなと思いますね。で、信長もこんなところでうろついてないで帰ってきてもらいましょう。で、あとは患者のユニットですね。これも結構しっかり頻繁に出していって、お金がちょっとないけど、しょうがないね。おっと、見失ったぞ。どこに行った？
患者ユニットを出したいけど、まあ、コロクがどっかに行ったね。どこに行ったんだ、コロクよ。重次でしょ、この辺は。コロク、コロク、コロク。コロクは消えたか。しょうがないね。成政はもう終わったよね。さっき1ヶ月で出てましたからね。そしたら、戻しましょう。あとは、道勝はどうなってるかというと、道勝も終わってるね。終わってるので帰らせましょう。あとは、義成ももう終わってるでしょう。さすがにね。終わってるね。おっと、お金がなくて終了パターンか。なるほど。ってことは、まあ、帰らせるしかないですね。金がないのか。街づくり系に力をちょっと入れていかないと、お金不足で何もできなくなってるな。ただ、売りコマンドがあるんで、商家に商人がいるのでできませんということですね。じゃあもう静観するしかないな。史実通りに進めるためには、まずやっぱり美濃を攻めるべきだったんですね。しっかり美濃をね。もう至るところで合戦が起きてるけど、とても信長軍としては、軍が出せる状態じゃなくなったからな。まさかね、岡崎城、城攻めがあんなに苦労するとは思わなかったですからね。で、お金は相変わらずないし、商人も来てないんで、どうにもなんないね。常置はいよいよ終わったね。戻りましょう。成政も終わってますと。で、結局のところ、患者ユニットを出すにしても、正勝はどこ行った？蜂須賀はどこに行ったんだっていう話だよね。数マスを出すか、お金全然ないけど、5円だけ持って、ちょっと頑張ってもらおうかな。そしたら内容の調略をしておきましょう。元康が入ってるのか。厄介だな。忠誠が低い人っていうのもいないしね。こうやって見ると。一番低くても板倉勝茂でしょ？この辺がなびいてくるとは思えないよな。力攻めをするっていうのもな、現実的じゃないしね。そうなると、岡崎は諦めて、やっぱり、美濃か。美濃でも硬いだろうな。まず野戦である程度敵を、まあ、粉砕した上で、どうしようかな。やっぱり先に美濃を落として、ある程度兵力を蓄えてからじゃないとどうにもならないよな。ただ美濃は兵士が900、9000でしょ？で、武将もやっぱり粒揃いなんですよね。まあ、義辰、半兵衛、この辺りかなり強敵ですからね。まあ、光秀とかはどちらかっていうと、その政治寄りに、まあ、パラメータが振られているものの、やっぱり半兵衛、あとは美濃三人衆とか、この辺りはね、まあ、まともに戦うとかなりきついんで、調略だよね。ただ、忠誠っていう意味で言うと、みんな忠誠も高いよね。美濃三人衆とかね、秀吉の調略で寝返ったというのが史実になってますけどね。稲葉、安藤、氏家、この辺りは。ただ、ここではとても寝返る要素がない。となると、どうしようかな。
兵数は、信長の方は回復したんで、そうなると、これまだあれだよね。岡崎城は今川になっていて、家康が独立をしたわけではないですよね。となると、まあ、一つは築城をしておいて、まあでもお金がないから何もできないよね。結局、うだうだ言いましたけど。さてどうしたものかな。稲葉山城を狙うにしても兵力ないしね。まあ、さっきから言ってるように、まずは兵力を用意しなきゃいけないんですが、9000か。で、こちらはというと5000。やっぱり攻めやすいのは岡崎なんだよね。やっぱり先の岡崎狙いたいよな、こうやって見ちゃうと。ただ、さっきも見たように岡崎城を落とすのって容易じゃないので、どうしようかな。よし、そしたらこうしましょう。まずは、戦闘系のユニットとして、やっぱり信長ですよね。足軽特性 A の信長。これに、まあ、最大兵力を持たせていくしかないかな。で、一応、前衛強化のこういう布陣でいきましょう。もちろん、信長は最後衛につけたいので、信長をつけて、これで5000の兵ですね。ちょっと今信長が出り切らなかったので、これでいきましょうと。で、さらに、ちょっとここからは、まともに軍勢をフルで入れていくと話にならないので、そうだな、まあ3体だけにしておいて、まあそれでちょっと許してもらうっていう策かな。この辺りがちょっとごめんなさいね、まだ操作に慣れてなくて、最大にしてこれをピンとこうしちゃうのが一番早いでしょうと。で、あとは秀吉も出しましょう。もう軍勢の数はミニマムでも4で、できれば4だと不足しちゃうので、5ぐらいは出してあげないと城は落とせないかなーっていうね、感じですよね。なので適性の高い、まあ、ここは成政を出しましょう。おっと、この辺りからちょっと兵不足になってきてるかなーっていう感じですね。まあ、頑張ってもらうしかないんだけど。あとは、利家でも出し、もっと配置できないか。じゃあ一旦これで送りましょう。まあ、敵が信長に対して仕掛けてきてくれるのが一番いいので。おお、秀長が入ってきたね。秀長の能力はやっぱり正史90には高いな。ありがたい。さらに、
浅野長政ですね。五奉行になった長政。あとは裏くさい。お、ある日のこと、居城を追われ、長尾景虎のもとへ身を寄せていた関東管領上杉範政が景虎の、館を訪れたということで、いきなりイベントが始まりましたけど、これは上杉姓を、まあ、後の謙信に譲るというエピソードですかね。上杉頼政でも戦国立志伝ではプレイしましたけどね。さあ、これで謙信が誕生したわけですが、こちらとしてはそれどころじゃないからな。浅井と六角が小競り合いを始めてるな。で、金はどうなったかというと、全然増えてこないね。信金が幅を利かせてるわけだけど。あとはもう一武将をなんとか出してあげたいね、利家を。これ最大にしても2部隊しか出せないのか。まあでも、どうしても出してあげなきゃいけない事情があるんで出しましょう。こんだけの軍勢出せばどうにかなるんじゃないかな。さあ、ここで混乱してるところでいきなり仕掛けてきたか。厳しいかな。これ壊滅するよね。刑事の部隊が壊滅するとなると、かなり痛手だな。まあ、本陣にちょっとでもダメージ与えておきますか。いや、刑事、本当によく頑張ってくれてるわ。さすがだね。ちょっと放火でもしとくか。何？ダメか。ついに壊滅だね、これで。秀吉も横やり入れられたか。ちょっと策を間違えたかな。この策はちょっと良くなかったかもしれないですね。その小さい軍勢をいくつか出して、その敵の城を取り囲むっていう作戦だったんですけど、ちょっとどうもこれはうまくいかなそうな感じだな。壊滅するね。これで秀吉の本陣もやられたね。これ、あっ圧倒的な兵力差がないとどうにもならないですよね。このいに関しては、逆に委任した方がなんかむしろ落とせそうな気がするな。利家の軍もやられるね、このままだと。敵の方はそれなりにやっぱり兵が出てきているっていうのと、何よりも、向こうが今回先手だったっていうのが痛いな。これでこちらは3部隊壊滅ですね。
で、さらに患者が紛れていて身動きが取れなかったと。いやー、不甲斐ないな。このままいくとかなりしょぼいことになるんじゃないか。まずは盛綱隊は、成政の隊で潰しましょう。本陣だけ叩けばいいので。おっと、思ったより本陣硬いな。もっとあっさりいくかなと思ったんだけど。壊滅したね。さあ、これちょっと操作ミスで信長が攻撃に出れなかったのは痛いな。お金はというと18か。どうにもならないね、お金もないし。なんかお金結構余裕あるしとかって前回言ってたんですけども、今全くお金がない。こんなことになるとは思わなかったな。さてさて、どうしたものかな。ちょっとダメ元でもう一回攻撃仕掛けてみま、いや、違うよな。あ、こんなところにいたのね。どうにもならないな。成政か。まあ、成政、なんとかやっつけてくれりゃいいけど、成政はこれで多分壊滅するよね。下がられたか、しかも。いや、成政隊も壊滅だな。で、信長は脇を取られたと。いや、これは一度兵を引くしかないね。退却しましょう。しかもここで敵が攻めてくるのか。マジか。義辰に一徹？義
吉達に行ってつか、厳しいことしてくれるな、本当に。一益の方はというと、作業中でね、まあ、お金がないから作業が進んでないんだと思うんですよ、結局のところ。で、兵士数は7200出てるね。出てるというか集まってるんで、そしたらここは軍勢ユニットを出しましょう。刑事に最大の兵力を引き入らせておいて、で、とここでまたやっちまった。攻撃したかったんだけどな。しょうがないね。慣れるまではこの手のミスは散々しそうだな。秀吉を出して、正面決戦を挑みましょう。ただ吉達5000か。5000は多いな。しかも後ろに下がるでしょう。まあ、ただちょっとでも減らしておかないと、この後敵が攻め寄せてくるときに軍勢の数はね、減らしておきたいですからね。いやー、5000と2000だと話にならないね、さすがに数的に。まあ、やるんだったらやっぱり脇っ腹をつかないと勝ち目がないですよね。まあそれでも1体消滅させただけでも御の字だな。まあ吉達自体も強いですからね。戦闘88あるし。秀吉では無理か、退却しましょう。まあ、刑事でどんだけ粘れるかだな。よし、先にこっちの番になったな。ってことは攻撃でまずは義辰を背後から襲いましょう。しかも混乱してるね。これは打ち取れるんじゃないか。これで義辰の軍を、よし、義辰、斬首させてもらおう。これで龍興が後継者になったね。いや、これってさ、本来だったら今のうちにもう稲葉山城乗っ取ろうぜって話になるよね。本当だったら。よし、これで一徹もひねり潰しましょう。これで一徹もこちらに入れましたというとこまで来たよね。さてさて、どうしたものかな。こうやって徐々に徐々に敵兵を削っていくしかないのかな。さてさて、どうしたものか。ちょっと悩ましいですね。なんかこのままだとずーっとずーっと置いてかれそうな。お、商人が来てる。これはありがたいぞ。待望の商人ですね。じゃあ、売却しましょう。何を売却するかというと、まあ、兵糧ぐらいしか売るものはないんで。政治が高いのは秀吉だな。秀吉に売らせましょう。
兵糧ちょっと売っておきましょう。これでお金がある程度できてくれたんで、この上で建設ですよね。で、金がないっていうのは致命的なので、まあ、ここに村落を築きましょう。でだ。稲葉山城が今、半兵衛が城主になっていて、城の規模がレベル5、兵士数が5600で、兵の増加が352。やるね。どうするかな。やっぱり岡崎城の方が落としやすいんだよね。で、武将の数は、義辰を殺したので、戦闘力の高い武将は竹中半兵衛がトップになったね。で、美濃三人衆のうちの一人、稲葉一徹は、先ほど引き抜きましたよね。そうなると、あと、牧前と、盛綱、あとは半兵衛、この辺りを抱き込めれば、残ってるのは義興一人。まだこの14歳の義興にだけにすることができれば一番いいけど、中世を見てみると一番低いので斎藤利光か。どうだ、この数はどう見たらいいんだろう。難しいですね。あとは建設ユニットを出してしておきましょう。で、いやー、なんか周りの連中は着々と領土広げてるよね。関守信はずっとここに居座ってるし。いや、稲葉山城どうしても取りたいんだけどなー。今、名古屋城は8500、8700か。やっぱり兵のね、回復は早いですね。全然。こうやって見てると。稲葉山にするべきか、岡崎にするべきか、どうするのが一番攻略的に楽か。これ、兵力差がものを言いますね。戦争に関しては。なので、戦争以外の手で相手の戦力を削った上で、戦いを挑むしかない。しかも今、織田家は城が一つしかないので、まあ、ちょっと打てる手がね、なかなか考えつかないですけど、まあ、時間がいい時間になりましたので、今回はここまでにして、次回この続きをプレイしていきたいと思います。はい。というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひ、チャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で、動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ、嬉しいなというふうに思います。